はいどうも皆さんプロスペです。広島と仙台はどちらも人口100万人を超える大都市であり、それぞれ中国四国地方、東北地方の中心都市としての役割を果たしています。両都市は人口規模も似ている上に、各地方の中心都市であるという点で共通しているので、比較されることが多いです。というわけで今回は両都市を多方面で比較し、どちらが都会かを決めていきたいと思います。まず両市を人口面で比較してみると、人口では広島が上回っていますが、人口密度では仙台が上回っています。これは山林や田畑も含めた地域全体の人口なので、ある程度市街化された地域である、人口集中地区での比較も行ってみましょう。両市を人口集中地区で比較してみると、人口と人口密度ともに広島市が仙台市を上回っています。地域全域で見た時と異なり、人口密度が広島の方が高くなっていますが、これは両市の地形の違いによるものだと考えられます。これは広島市と仙台市の周辺地図を、等縮尺で並べたものですが、これを見ると広島の中心市街地は、狭い三角州に形成されていることがわかります。狭い面積に都市機能が集中しているため、広島は中心市街地の密度が高くなっているわけですね。逆に市全体で見ると、広島市は中心市街地の狭い三角州以外は、大部分が林野となっているため、仙台市の方が人口密度が高いわけです。次に両市を経済面で比較してみると、広島市の市内総生産が仙台市を上回っています。分野別で見てみると特に製造業で、広島市は仙台市にとても大きな差をつけていることがわかります。広島市は製造品出荷額ランキングで12位となっているなど、全国的に見ても工業が盛んな都市なので、これだけ差をつけられるのも納得です。都会は多くの企業が立地しているイメージなので、両市を企業面でも比較してみましょう。両市を企業面で比較してみると、事業所数と上場企業数ともに広島市が仙台市を上回っています。この企業面での差は、広島市の経済規模が仙台市と比べて大きいことにつながっていそうですね。なお、厳密には広島市ではなく府中町にはなりますが、広島には日経平均株価の構成企業である、マツダの本社も所在しています。都会は小売業が盛んで、多くの買い物客で賑わっているイメージがあるので、両市を小売面でも比較してみましょう。両市の小売業生産額を比較してみると、仙台市が広島市を上回っています。これは地域全体の数値なので、中心繁華街を比較するには別の値が必要になります。そこで、商用統計の商店街別のデータより、中心繁華街にある商店街の年間商品販売額のデータを合計し、中心繁華街の小売販売額のデータとして使用することとします。集計する範囲は広島市は、広島電鉄の八丁堀停留所を中心に半径800メートル、仙台市は中央通り交差点を中心として半径800メートル以内を目安とします。両市の中心繁華街の年間商品販売額を比較すると、仙台市が広島市を上回っています。これには広島市は平野が狭いにもかかわらず、意外と大型ショッピングセンターが多いことや、八丁堀と広島駅の距離がそこそこ離れていることも影響していそうです。都会は交通機関が発達しているイメージなので、両市を交通面でも比較してみましょう。まず両市の代表駅の利用者数を比較してみようと思ったのですが、広島電鉄の広島駅停留所の利用者数データが存在しませんでした。というわけで、今回は JR のみでの比較を行います。広島駅と仙台駅の JR 乗降客数を比較すると、仙台駅が広島駅を上回っています。広島駅は路面電車、仙台駅は地下鉄の利用者数を除いた値ですが、路面電車の方が極端に利用者数が多くなる理由はないでしょうし、総合的に見ても仙台駅の方が利用者数は多いと考えられます。次に両市の都市交通を比較してみましょう。さっきも少し触れましたが、広島市の都市交通は路面電車、仙台市の都市交通は地下鉄が主に担っています。路面電車と地下鉄という違いだけを聞くと、都市交通は仙台が広島を圧倒的に上回っていそうです。ただ、広島の路面電車は全国で利用者数が1位ですし、一部区間は地下を走行している、アストラムラインという新交通システムも広島にはあります。地下鉄があるかないかという差はかなり大きいので、都市交通に関してはさすがに仙台市の方が上回っていると言えますが、そこまで圧倒的な差はないと言っていいでしょう。次に両市の交通拠点性を比較してみましょう。まず新幹線の最速達列車が停車するという点では、両市は共通しています。しかし、広島駅を発着する新幹線の列車は、東京方面と鹿児島中央方面どちらかに行くだけなのに対して、仙台駅を発着する新幹線の列車は、東京方面と新函館北斗方面に加えて、秋田方面へと向かう秋田新幹線の列車があります。
それに加えて、仙台と山形の間には仙山線という、両都市を1時間程度で結ぶ列車があるので、仙台駅からは東北6県すべての県庁所在地へと、鉄道によって乗り換えなしで移動することができます。一方広島駅からは、山陽地域へは山陽新幹線によってアクセスできるものの、広島から鳥取や松江への直通列車はなく、山陰方面への直通特急は岡山発着となっています。それに加えて、本市連絡橋のうち唯一鉄道の走る瀬戸大橋が、広島県からではなく岡山県から出ているので、四国地方に関しても広島からの直通列車はなく、岡山発着となっています。もちろん車で行くなら話は別ですし、松山からは広島へのフェリーも出ているのですが、それでも広島市は仙台市と比べると、交通拠点性では劣ると言えます。これらのことから、交通面では仙台市の方が広島市より優れていると言えるでしょう。都会の土地は多くの人が欲しがるため、地価が高くなる傾向があります。というわけで量子を地価の面でも比較してみましょう。量子を地価の面で比較してみると、平均工事地価では広島市が上回っていますが、最高路線価では仙台市が上回っています。最高路線価が仙台市の方が高いことは、広島市より中心繁華街が発展している裏付けになりそうですね。都会は高い建物が多いイメージなので、量子を高層ビルの面でも比較してみましょう。量子の100メートル以上高層ビル棟数を比較してみると、どちらも12棟で同じになっています。ただ、仙台市は99メートル以上100メートル未満の高さのビルが7棟あるのに加え、高層ビルが仙台駅周辺に固まっているため、ビル群としての迫力は仙台市の方が上です。このようなビル群からは、仙台の中心繁華街が栄えていることを、視覚的に感じることができますね。さて、ここまでは地域のみでの比較を行ってきましたが、都市は行政区分で区切られているわけではないので、地域にとどまらない広い範囲での比較も必要となります。というわけで都市を広域的に評価するための、都市圏という概念を使って量子を比較していきたいと思います。まず都市雇用圏という日本で最も主流である種類の都市圏で、両都市を比較していきます。両都市の都市雇用圏を比較すると、人口と域内総生産ともに仙台が広島を上回っています。前半で見た通り広島の中心市街地は狭い三角州に形成されており、その周りは山林で囲われています。そのため都市圏で見ると地域だけで比較した場合と異なり、仙台の方が規模が大きくなっているわけですね。次に、総務省によって設定されている国公式の都市圏で、両都市を比較していきます。イメージとしては、都市雇用圏より広い範囲での比較を行うと考えてもらえば大丈夫です。総務省の都市圏で両都市を比較してみると、仙台が広島を上回っています。広島県の人口は宮城県より50万人ほど多いのですが、仙台大都市圏が宮城県のほぼ全域を含む一方で、広島大都市圏は広島県第2の都市福山市を含む、県東部の地域を組み込めていません。広島市は広島県の西側にあるのに対し福山市は県東部にあり、地理的にはどちらかというと岡山の方が近いので、福山が広島大都市圏に含まれないのも仕方ないでしょう。逆に仙台市は宮城県の中部にあるので、仙台大都市圏は宮城県ほぼ全域を含んでいるわけです。最後に両都市を、地方の拠点都市として比較していきたいと思います。広島市は中国四国地方、仙台市は東北地方の中心都市ですが、中国四国地方の人口は東北地方よりも多いです。拠点性を発揮する地域の人口が多い方が、地方の中心都市としては上になりそうですが、そうとも言い切れません。交通の面で少し触れましたが、仙台が東北地方の交通拠点となっているのに対して、広島は交通拠点性はあまり高くなく、中国四国地方の交通の中心としての役割は岡山が担っています。さらに、仙台は東京まで約 300km、札幌まで約 540km であり、他の大都市との距離が離れているのに対し、広島は大阪まで約 280km、福岡まで約 210km であり、仙台と比べると他の大都市との距離が近いです。このような事情から、徳島や鳥取からは大阪、下関からは福岡に行く方が広島に行くより所要時間が短くなっています。また、公的機関の支部は中国と四国で別々になっていることが多いですし、民間企業でも中国支社と四国支社を両方設置している例が結構あります。ちなみに中国、四国地方の人口から四国の人口を引くと、東北地方の人口を下回ります。
このようなことから、拠点性を発揮する範囲の人口は広島の方が多いですが、その地方の範囲内での拠点性は仙台の方が強いと言えるでしょう。よって地方の中心都市としては、両都市は同程度であると言えます。さて、ここまで広島と仙台を多方面から比較してきましたが、結局どちらが都会なのでしょうか。広島は市単体で見た時の都市規模が大きく、上場企業が多く立地していて製造業が盛んです。一方で仙台は都市圏規模が大きく、交通拠点となっていることもあり東北地方内での拠点性が強いです。これらのことを総合的に判断して、今回は広島の方が都会だということを結論にしたいと思います。都会という概念はかなりふわっとしたものなので、何を重視するかで全然変わってくると思います。なので、異論があったらどんどんコメント欄に書き込んでいってください。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また今度。